どうもレジェ君探偵団です。ちょっとカメラつけよう、今日なんか気分でつけることになりました。レジェ君です。ということで今回はですね、新しい武器が追加されたということで、ちょっとカメラ、僕ねいつもこんなことやってるんですよ。なんかね、小道具、なんかクリエイティブになるじゃん、小道具プロセッサーみたいな、小道具になれるやつがバトルロワイヤルにも追加されたということで、早速ね、レジェ君探偵団本日も調査していきたいと思います。まずね、普通に宝箱から出てくるっぽいんですよね。これ一発目で出てきたらマジで持ってる実況者だって。俺持ってる実況者なんですけど、持ってない実況者でーす。なんでまずはまあ普通に宝箱をねいっぱい開きたいと思います。出てこい。ついてない実況者です。おっと、敵がいますね。ここで囲って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 、やっぱおいー、まあまあまずは1キルといったところでしょうか。次次次、違う違う、宝箱いっぱい開けてく。ちょっとどんな感じなのか想像もつかないですよね。クリエイティブのアイテムがバトルロワイヤルにも来るっていいね。今シーズンほんといろんなアイテムがあって、カモンヌ。スーパーマン持ったりしないか。150って絶対痛いでしょそれ。持ってないけど村ポン、ありがとう。カモンヌ、きたー、これだな絶対。小道具チェンジャー見てください。間違いなくこれですよね、小道具チェンジャー。ちょっと説明見てみましょうか。小道具変装のバリエーションから選んで環境に溶け込もう。選べるの R で切り替え、内装とか、いろいろあるんですけど。あ、クラッチショットからの無限にできるってこと。あ、5秒間のクールタイム、これめっちゃいいじゃん。もう5秒間のクールタイムがありますね。使うとなんか面白いのないかな他に。あ、ノームとかあんじゃん。あ、早速1名様バレてるこれ。俺見られた、もしかして変身した瞬間見られたかもしれないけど。あれ、しかも1ダメージしか食らわなかったよ今。俺の見間違いじゃないよね。変身してるときはちょっと強くなるのかな、多分そうですよね今の感じ。草とかもあんのかな。市街地とかありますね。ちょっとちっちゃい文字で書いたんだ。え、これ俺もうわからんやんこれわからんやん。ちょっと今回はこれを使ってね、ビクトリーロイヤル狙っていきましょうか。トイレとかもあるよ。なんか今チャレンジであるからね、トイレを吹っ飛ばすっていうチャレンジ。吹っ飛ばされちゃうかもしれない。ちょっとこれは不自然だね。います、目の前にトイレが泳いでおります。トイレが泳いでおります。え、可愛くない、トイレ泳いでるところ。いるんですよここ。多分また車取りに来ると思うんだけど、どう君、なんかいた気がするっていう感じでしたね。やっべー、完全にどっか行っちゃった。トイレ飛びます。おお、トイレのまま飛べる。やっぱこれだよな、草むらのまま移動するのが一番強いと思うな。なんか自然に溶け込んでるじゃん一番。これでアンチまで行ってみましょう。とイノシシとかには普通にバレ、いて、イノシシにバレるな。フラミンゴとか、いやでも今のマップではないよねこれ。これいいんじゃない、すごいなんかね、色も合ってるし、フラミンゴ追加されたのかなって思うかもしれない。あ、来た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 、これ来たところをバキュンバキュンやっちゃおうぜ。ここでもなんか宝箱とかあったらよかったね。勝ってます、バレてない、勝ってます、バレてない。どうやって解除するんだっけ、これか。いやー行き過ぎたな。まあでも3発当てることだけできましたよ、できましたよ。待って、かかってこい。よっしゃー、まあ今のはなかなかいい先制攻撃ができたと思います。宝箱の近くに隠れを開けたところをプーン、これでいきましょう。プーン、いやすごい際どい、ここ何もないんだよな。てかシンプルに狙えるんですけども、シンプルに狙える、そういう時もあるよね。ちょっとみんな見てくれ、これ最高じゃないか。周りに青キノコがいっぱいあって、スラーピー感、ちょっと回復しようかなってきたところをバキュンバキュン、これでいきましょう。いるぞいるぞいるぞ。いやーこれちょっと来なそうだな、残念だ。ちょっとキノコ動きます。そうね、別のところから行ったのか。くそー、この時点で結構もう異様な光景だけどね、キノコが歩いてるってどういうことよ。え、気づいたらあと3人だ。これどうしよう、最後どうする。ちょっと最後は慎重に選ぼう。サボテンなんか今ないよ。なんだかんだ牛から、え、やばい、 1v1 だ。牛が動いててもおかしくないもんね。なんか新しい動物かなと思うかもしれない。なんか遅い気がする、そんなことない、ゆっくり動こうぜ。もうもういた、 UFO に乗ってる。さてどこまで粘れるんでしょうか。探してますね。まさかこの牛が私だとは思わないことだろう。
かくれんぼやってるみたい。あー止まる。いやいけるいける。ちょっとアンチの方に行きましょう。はい止まる。あれここなんか家具があるよ。家具があるとこなんか危ないからやだな。いやこれ、あ気づかれた。はーいどうぞ。あーちょっと家具があるとこよろしくないね。ピンポイント、ちょっと食らったし、ちょっともう一回セカンドチャンス。え待って、いけない。いやバレてるな。鼻になろう。よしこれでどうだ。そっちじゃないよ。え待って、イノシシやめて。おい空気読んでくれ。そこはどうする。あーって怖い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 。いやちょっとイノシシが厄介だな。木でいきましょう。あバレてる。いやそれ動いてるから当たり前か。いやもうバレてるからな、なんと言ったってバレてる的にはもうどうしようもない気がする。小道具チェンジャーでーす。え危ねー危ねー。ちょっとでもなんか納得いかないっすよね。もっとなんかバーンってやりたいよこれ。もう一回プーン。ネクストチャレンジっていうとこだった。バレてた。くっそこの宝箱使ってやりたかったな。バレちまったもんは仕方がねえ。なんかめっちゃ撃たれてるからあえてここで待ってみますね。戦場に咲く一輪の花。みんなすぐ戦いの方に行くな。これとかなんか小道具とか関係なしに倒せそう。ワン、ツー、スリー、フォーって感じだよね。危ねえ、わしも狙われてたわ。おっとここいる。犬です。漁ってますね。え戦ってるあそこで。なんかうまく決まんねえんだよな。場所だよな絶対。一発ピッチで決めたい。あめっちゃ近いめっちゃ近いめっちゃ近い。バレた。バレてない。ゆっくり近づこう。ゆっくり。いる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 。ちょっと皆さんこれ見てください。めっちゃ可愛いの見つきました。見て、エモートダンスゲーミング、アーケードゲーム、これでからのデカポを置いてみたらどう。これいけるでしょう。トラックとデカポとここ取りに来たらバキュンバキュン。金本準備しました。来た。ちょっと変な唾液が。あ待って、行っちゃったか。デカポはもうマックスなのかな。そっか。え、めっちゃ来る。ここデカポあるだよ。ここにデカポあるぞ。いいの取ってからのバキュン。 30?30 って何？固くね。あぶね。やっぱりちょっともっと狭いところに追い込まなきゃダメだな。でも作戦はすごいいい感じですね。ポーン。角っこがないな。これいけるんとちゃいますか。デカポ作戦です。これいけそう。今戦い終わってデカポ取るでしょ。え不自然かなこれ。いいよデカポ取って。逆にやられる。いいよ。取った瞬間にバキュンバキュンからのバキュン。バキュンバキュンの後ちょっと油断しちゃダメね。でもめちゃくちゃ強い。めっちゃ強くないですかこの武器。このアイテムっていう武器めちゃくちゃ強いよな。やられたって絶対思ってるはず。ラスト 1v1 となりました。ちょっとアンチの中でデカポ作戦やりたいと思います。この辺でどうだ。この辺でやりましょう。からのデカポプリッ。 OK かかってこい。どっこい。来ました。まずは回復したいんじゃないの。回復したいんじゃないの。デカポありますよ。ここ取ったら最後君。うわバレてた。バレてた。いやバレてた。
ということで、皆さんもね、この小道具チェンジャーを使ってめちゃくちゃ面白いですね。本当にシーズン10、あ、間違えた、シーズン7は面白いアイテムがいっぱいあって楽しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ使ってみてください。あとチャンネル登録もお願いします。どうでしたか、顔出しの動画。なんか好評だったらまた顔出そうかな、このイケメンの顔を。すいませんでした、ありがとうございます。